ご視聴ありがとうございます。首に保冷剤を巻いているのに、どこから見てもおしゃれなサマースカーフにしか見えない保冷剤入りスカーフの作り方を紹介します。とっても簡単で10分もあれば作れちゃいますよ。セミフォーマルにも使えます。真夏の親戚の集まりだって涼しい顔してエレガントに参加できますよ。保冷剤はケーキや惣菜を買った時についてくる小さめサイズなら、これもこれも何でも使えます。どのお家の冷凍庫にもたくさんあるのではと思います。1個だけ入れて使ったり、2個にしたり、最大3個まで入れられます。作り方です。材料は薄手のカノコニットです。1、布を幅17センチでカットします。長さはお好みで、85センチ以上あると首に巻きやすいです。今回は耳だけを切り落として生地幅を最大まで使って作ります。140センチちょっとありました。同じ大きさで2枚カットします。カノコニットはほつれないので切りっぱなしのままで大丈夫です。2、1枚だけ縫います。真ん中に目印をして、4センチ折ります。ちなみにアイロンに貼ってある目盛り、アイロン定規いらずでとっても便利なんです。この辺のバナーをタップすると見れますので、こちらも良ければ作ってみてください。幅が 7.5 センチになるように少し重ねて三つ折りにします。中心から左右にそれぞれ 5.5 センチと11センチに印をつけます。そこを直線縫いします。たったこれだけ。完成です。巻き方です。保冷剤入りの首にかけ、その上からもう1枚をかけ、結んで完成。保冷剤1個だとこんな感じです。保冷剤3個入れて巻いてみます。こんな感じ。どこから見ても保冷剤を3個も首に巻いているようには見えません。こちらは布端を丸くカットして縁をロックミシンで全巻き縫いにしてみました。結び方を変えても素敵です。こちらは長さを85センチで作ったものです。短いとちょっとカジュアルで可愛いです。結び方をこんな感じにするとすっきりします。私は髪を下ろすときは保冷剤入りのだけで使っています。首の後ろは髪の毛で隠れちゃうので。いかがでしたでしょうか。猛暑日が続いていますが、このスカーフで暑さに負けないおしゃれを楽しんでいただけたらと思います。少しでもお役に立てましたら、いいねやチャンネル登録していただけるととってもとっても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。